一体どんな理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急に捕まえに来たりして、人が寝てる間に奇襲なんて卑怯にも程があるっつうの。あの女からは不穏な気配を感じた。やはり俺の勘が正しかったということか。僕が質問する。テス。何を知り？存在とは。知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。最悪の力。マイナスだ。この機会を逃さないで。出て。お注射の時間よ。答えてみろ。運命は選択ではない。おやすみ。回答を楽しみにしているぞ。記憶に、皆そこで深淵を迎えよ。テス。定められたルールは破るためにある。即戦即決で行く。悪い子ね。お薬の時間よ。助かった。僕が質問する。まほんの気持ちよ。気にしないで。運命の導きに感謝。答えてみろ。定められた。願いましょう。待って、シルバーメインだ。気づかれないように。他の方向から回ってきたんだろう。正面衝突は避けよう。他の道を探すんだ。待って、シルバーメインだ。気づかれないように。他の方向から回ってきたんだろう。正面衝突は避けよう。他の道を探すんだ。直接開けられないみたい。あの装置を見て、なんか見覚えない？確かにセーバルの工房で見た気がする。急いで解除しよう。追っ手がすぐ後ろまで来てる。知恵と記憶の力。いい運勢ね。すぐなってもらう。回答を楽しみにしている。テス。0点。この機会を逃さないで。また大切な記憶が増えたわ。この門は何の装置もないね。
モンスターが装置の近くをうろついている。先に倒さないと。僕が質問する。答えてみろ。定められた奇跡。協調よ。この機会を逃さないで。お注射の時間よ。また大切な記憶が増えたわ。願いましょう。気をつけろ。本当に掘ってきた。それどころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。劣界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。シルバーメインは誰よりもここに詳しいの。鬼ごっこは終わり、武器を下ろして私についてきなさい。しつこい。うちらが何の罪を犯したっての？こんなところまで追われる筋合いないって。私が受けた命令はあなたたちを逮捕すること。詳しい罪状と判決は裁判員たちから説明があるはずよ。昨日俺たちに会ったこと覚えてるか？あの時は貴賓としてカカリア殿に招待された身だった。それが一夜にしてこれほどの変化だ。俺たちも納得できない。昨晩守護者様はあなたたちを調査した。そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだと説明した。あなたたちの身分も目的も全てが偽りで、真の狙いはベロブルグにおける剣走者の管理体制を破壊することだと。はあ、影日向のあるおばさん。大守護者様への侮辱はあなたたちの罪を重くするだけ。早く武器を下ろして降伏しなさい。言っても無駄だ、美月。これだけは覚えておけ。俺たちは絶対に捕まるわけにはいかない。逃げ道がないなら列車組の凄さを見せつけてやる。回答を楽しみにしているぞ。はっ。運命は選択ではない。協調よ。あ、お注射の時間よ。仕方ない。私自ら悪党どもに制裁を。はっ。存在とは感知されること。知識こそは万物の尺だ。真理を探り尽くし誤謬を根絶する。ルールは破るためにある。記憶に移す。みなそこで深淵を迎えよ。マイナスだ。指導してやろう。答えてみろ。0点。最悪の誓い。あ、悪い子ね。おやすみ。テス。マイナスだ。始めようか。お注射の時間。
あの子、なかなかやるね。ねえ、タンコ、あんたのとっておきでも使ったら？その役はお前に譲る。チェ、つまんないの？降伏しなさい、侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。じゃあ下層部の民たちは？彼らは軽装者の庇護を失ってしまう。きっと私は暴君とみなされるわ。そうだな、もういらず。我々の約束した世界には、しばしの誤解が永遠の繁栄をもたらす。そなたが決めるのだ。我々はそなたの選択を尊重する。わかった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです？普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？かわいそうに。きっと怖い夢でも見ているのね。ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？他の人と同じく木を見て帰ってもらおうかと。どうして？私は騙されないからね、散歩コースキ。連れてくるつもりはなかったんです。ただ煙が濃くて僕も慌てていたので、ついうっかり。何を考えているの？上層部のことは君と関係ないのよ。どうして自分から絡むのかしら。今でも十分目立つのに、そんなに遅延に狙われたいの？そんなこと言わずに。僕は友達を助けたまでです。この人たちにお世話になったので、その恩返しですよ。それに遅延も、僕が連れ帰った人が遅延の力になれないとは限りません。だから勝手に歩き回ってもいいように放っておいたの？おっと、それは事故、事故です。すぐ探しに行きます。あの子は早く見つけ出してちゃんと見張っておいた方がいいわ。下層部が封鎖されて十数年、子供たちは地上の人の顔を忘れつつあるというのに、シルバーメインの制服を着た人間が急に現れたら。遅延がこのことを知ったら、あの子や君に対して一体どう出るのでしょうね。わかりましたよ、今探しに行きますから。僕の客人はお任せします。やっと起きたのね、寝ぼすけさん。体は大丈夫？どこか痛いところは？ええ、ずっと性格やら願望やら叫んでたわ。わけのわからないことばっかり。さあ、目が覚めたのなら早く起きなさい。私はナターシャ、地下で医者をやっているの。君は
うちの診療所で丸一日も眠っていたのよ。ええ、地下の厳しい環境は人を病気にする。私は彼らの唯一の医者よ。散歩は自分のミスをフォローしに行ったわ。彼の代わりに君の面倒を見る約束だったけど、その様子じゃ体は平気そうね。もう大丈夫なら他の患者の看病に行くけど。散歩からは気絶したとしか聞いてないわ。多分また彼の小道具か何かのせいでしょ。診察結果を見ると特に異常なしってところかしら。散歩から聞いたわ。心配しないで、シルバーメインは地下には降りてこないから。地上と地下が隔離されてからもう随分経つの。地下が最も混乱していた時もシルバーメインは見て見ぬふりをした。でも喧騒者が下層部を封鎖した理由は誰もわからないし、急に封鎖が解除される可能性もなくはない。本当にそうなったら君たちは遅延の夢を叶えても同然よ。それならいいわ。正直君たちは気絶してただけで、私は何の処置もしていないから。でも散歩にはちょっと大げさに言ってるの。私にいろいろ借りがあるから、この木に薬を持ってきてもらおうと思ってね。とっくに起きてるわ。黒い髪の男の人は最初に起きてきたんだけど、散歩が連れ出したの。もう一人のジャジャウマ娘も起きてすぐに出かけたわ。今頃近くを歩いてると思うわよ。そしてシルバーメインの格好をした子は、よく見張っておけって散歩に注意したんだけど、彼が出かけた隙にいなくなったわ。いいわよ。でも無理はしないでね。気分が悪くなったらすぐ教えて。困った時には遅延に助けを求めてみるといいわ。地下の民間の組織よ。地下のシルバーメインと思えば分かりやすいかもしれないわ。ただ人情味が増してるけれど。お礼なんていらないわ。治療は医者の使命だから。ナノや炭鉱と合流しないと。どこから探せばいいかな。約束だよ。かくれんぼに勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終教えてね。一部始終？どういう意味？全部、始めから終わりまで騙したりしないで話すって意味だよ。うん、私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし、決まり。じゃあ始めよ。あれ、あんたいつから来てたの？子供たちの真似をしないで。実はうちが目を覚ましたら
お医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど、ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて、知りたいならモグラ島に入れとか、だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて、これでわかる？ムカつくけど言い返せない。どうせだからあんたも手伝って。ちょっといつまでこっそり話してるんだよ。モグラ島の時間は貴重だっていうのに。貴重だっていうのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか、ドスクロのフック様。うんうん、いいよ、いけないこともないし。じゃあ鬼をやって。親分、こいつら頭悪そうだし先に練習しませんか。うん、ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する。私が隠れるからお前ら二人で探して。子供に舐められた。この覚悟してなさい。ルールは簡単、隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。練習、本番になったら絶対容赦しないから。上等。じゃあ始めるよ。50まで数えてから目を開けて、絶対ズルをしちゃダメ。47 48 49 50。もういいかな。お姉ちゃんが悪い子を捕まえに行くよ。モグラ島の連勝記録を破らせない。見せつけてやる、地下最強のかくれんぼチームの力を。捕まえた。私を本当に捕まえたいなら質問に答えて。何してるの。捕まえたらそれで終わりだよ。本当に質問に答える気？ああ、引っかかったと思ったのに。なんか違うと思うんだよね。あそこのあいつ、ずっとうちらを睨んでない？フックちゃんたちと遊んでる最中だけど、確認しておこう。うちの勘が教えてる、この人絶対おかしいって。でも知恵は子供、事実はいつも一つだけ。僕は立派な大人だ。もういいでしょ、声でバレてるよ。しくしょう、話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が、親分に申し訳ない。いや、あんたの変装ってほぼマジックだったよ。始めちゃったよ。ごめんなさい、フックの親分。
僕負けちゃった。くそ、ジュリアンの変装を見破るなんてどこの誰なんだ。肘長目、短大新章の人といえばうちのことだよ。熟語ぐらい当たり前でしょ。どう、ドスクロのフック様、もう秘密を教えてもらえる？モグラ島の親分たるもの、言ったことは必ずやる。黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブに行ったよ。ファイトクラブ？うん、タンコをあんなとこに連れて行くなんて散歩が心配だね。あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな。あんなに目立つ建物もわからないのか。大人って頼りないな。私についてきて、案内するよ。サンキュー、フック様。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック様って呼んで。ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。みんなあそこで遊ぶけど。ダメだ、うちの正義感がサイレンを鳴らそうとする。着いた、ここだよ。ここ私はボクシングに行くから、中には自分で行って。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張り。でも子供向けで、大人たちは遅延が管理してる。ふふん、つまり大人バージョンのモグラ島？あそこで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら私のとこまで来て。人がたくさん、背が低くて何も見えない。うわ、なんで何も聞こえてないよな。ならいいけど、お前は何も聞こえなかった。私も何も言わなかった。ふん、大人のファイトよりモグラ島の方が100倍面白いよ。私は全然気にしてないから。ファイトはね、拳、手のひら、指、この3つの組み合わせじゃなきゃダメ。全部使いこなさなければならないの。おかしいと思ったら、ファイトじゃなくてじゃんけんでしょ、それ。